はい、ということで皆様こんにちは。キアの大冒険シーズン2始まりました。現在カナダは7月6日 BC 州ビクトリア国際空港にございます。飛行機空港来てます。僕の相棒青木優くん。あ、いいね、君だ。今日は彼の誕生日なんで、まあね、世界で他の誰も提供できないようなちょっとスペシャルなプレゼントを用意しました。飛行機キャンプしちゃいます。一泊分の服だけ持って空港に来てくれということで、自転車でそろそろ来ると思うのでちょっと待ちたいと思います。ゆうくんが来ました。あ、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。朝からいないと思ったらここに。おはようございます。おはようございます。どうですか、空港の中自転車漕ぐ気分は。何も交通の車やないやないということで、あの携帯の方に今朝送られてきたボーディングパスの方を、お提示ください。 Gmail です。 Gmail? Gmail ってどれっけ。 Google。 あ、これですか。何でしょう、これは。ミスター U、青木。青木です。あ、青木さん、はい、失礼いたしました。フライト番号チャーリー・フォークショード・エコー・リマ・ヤンキー。今日のあ、こいつか。7月6日、9時、ゲート23。座席の方がコックピットになります。テキサドアイランド行きでございます。テキサドアイランドですか。テキサドアイランド行きです。何ですかそこは。マジでどこだ。ご案内いたしますので。 はい、あと陶器小型機なので、荷物制限があるのでちょっと測ってみてもいいですかね。30以下だったら大丈夫です。今日はまあ15ポンド。それでは、こちらのタグの方を付けさせていただきます。お預けいたします。では座席の方にご案内いたしますので、こちらになります。どうぞ。これか。わあ、わあ、いいっすね。なんか色ヴィンテージな感じで。まあ、じゃあちょっとお待ちください。はい、いいですか、これまで。あ、やっぱ降りてください。あ、全然大丈夫。やばい、これ初めてすぎる。飛行機のガソリンはオクタン量が車のレギュラー87なんですけど、ハイオク91、飛行機のアブギャス100でございます。入れてみる。あ、入れよう。元ガソリンスタンド店員、勝ち込んでいきます。やばい勢い。やばいよね。あ、めっちゃいい。満タンです。あ、でもあ、でもまあこういうことありますんで、頭上注意で。それではガソリン満タン行きましょう。スイッチオン、スイッチオン。Kissing under summer moon, passion waves in Malibu, no limitations.
7777ということで、ようこそテキサダエアポートです。はい、それではテキサダアイランド、今日のねキャンプスポットに到着いたしました。見てください、こんなとこある世界にない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 あるわけない、ここだけ今日はねここに飛行機を止めて夢の羽の下にテントを張ってその中で寝て、ここでご飯を作ったりして、まあ一泊二日楽しくゆうくんのバースデー、世界一のバースデーにしたいと思います。やったー。それでは、高い高い、キャンプ手数料払いに行きたいと思います。完了でございます。今払ってきた、いくらと思います？200ドルですね。2万円。あ、違う、まだ上、いや下、文字、なんと今日の宿泊費500円でございます。5ドル、なんと5ドル、いやすぎや、すごすぎん。パイロットの特権ですね、こういうのは。うわ最高やね。使っていきましょう、もうじゃんじゃん使っていきましょう。使っていこう。調理器具入ってます。おいっす。これがゆうくんの服や、はいどうぞ。おいっす。はい、タンプレ1。おスリーピングバッグ。お最高。あ最高、めっちゃ欲しかった。やば、ウォルマートに行ったら子供用のやつしかなかった。あもう全然いいよ。って思って開けて一回ウォルマートに床でマジ入ったっちゃん。え普通に大人よこれ多分。あマジ、そう多分あのこっちのサイズの子供用ちょっとやる。こっちのね小学生巨人やけんね。巨人やけんね。もう大概中学生で180ぐらいあるけんね。じゃあいい、キャンピングチェア、どうも、ありがとうございます。一緒に使いましょう。タンプレ、おテントです。4人用のテント。マジで、ああヨガマットです。お最高。じゃあね、ギャン最高。じゃあ ね、ギャン嬉しい。これギャン嬉しい。飛行機の前で朝一、このめっちゃ伸び伸びしたフィールドでヨガしよう。いやしよう。俺いやさ、ヨガしょったっちゃん。こう芝があるなら。はい、はい。芝、いやマジで。ということで朝早起きしてチキンサラダラップを作ってきたので、ランチ食べながらちょっとね今日の作戦会議をしましょう。ああみんな分かってるだろ。作戦会議だ。始めるぞ。ということで撮影ミス、今食べ終わりました。美味しかった、ね、かった、両方めっちゃ美味しかった。テキサラ空港様ありがとうございます。5ドルの宿泊費の中になんとレンタル自転車入ってました。それまで入れてくれるなんてテキサスさん。それはアメリカ。あアメリカ。ということで2日間あるんですが、今日はとりあえずね自転車で楽しそうなスポット、うん、いろいろ探索しに行きたいと思います。行こう。なんとこちらに、あら不思議、自転車が先ほど話してた。ママチャリある、見て。お、日本のママチャリやん。これ、あ、でもタイヤいってるやん。あ、いってるやん。
うわ懐かしい。何年ぶりよこれ。一気に日本に戻ったわ意識。いや俺も。じゃあバースデーボーイ、自転車のファーストチョイスを。そうだね。ああいいね、この音いいね。こいつだ。めっちゃ気持ちいい、やばいよ、やばい、最高、マジで、ふう、やばいやばい、あやあや、怖い怖い、やばい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 、わあ、やばいぞ。ということで皆さん、自転車坂道漕ぐこと5分、見てください。じゃあ皆さん何かわかりますでしょうか、こちら。なんとこちら、北アメリカ大陸に、生息する、野生ラズベリーの一種、シンブルベリー、いただきます。いただきます。うわ、うますぎん。あー、酸味最高。甘、そして甘さも最高。やばい、ちょっとね、最高なんじゃないこの島。でもあるやんけ。ちょっと10分ぐらいお腹いっぱいにして、また自転車で旅立ちたいと思います。シンブルベリーがあって、ここね、側溝があって、向かい側にワイルドブラックベリー。いただきます。マジやんけ。ブラックベリーうまいね。あ、うまい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 。ベリーやりすぎ。ベリーアイランド、これはまた別の種類のブラックベリーですね。見つけました。大きいサイズです。見てこのみずみずしさ。宝石やんけ。すごっ。いただきます。俺今ジュース飲んだ。キツツキがつついた跡がすごくあります。ちょっと遠いんでわかんないですけど、バスケットボールぐらいでかいです。ミーキーの花畑でございます。見てください、めっちゃ綺麗。何この量、やば。頭上にハゲワシでっか、かっこいいなぁ、俺たちの真上を。自然の力で飛ぶっていいね。一方さすが、5ドルのチャリ、なんとギアが根元からポッキリ、森のど真ん中で折れました。カナダ来てチャリぶっ壊して2回目。マジチャリ運ないな。